リハーサルすんの？いやいやいや、画角リハーサル、画角リハいるだろこれ。別にそれしなくていいだろ。はい、ということで焼肉をやっていくので準備してもらいます。準備して、はい、します。こういうのは大体これも亭主関白みたいになっちゃうかもしれないけど、女の子がやるとか、まあ、基本っちゃ基本じゃん。いや、そんなことは俺は思ってないんだけどね。はいはい、俺だけじゃないかな、そんなこと思ってないの。野菜多くね。間違えましたよね。で、張り切りすぎたカレー作るの。ちょっと張り切りすぎた。姉ちゃん普段料理とか全くしないでしょ。あ、やめろ。おい、画角俺が話し出したと思ってすいません、すいません、全然忘れてました。料理とか全くしないでしょ。すいません。でも最近やってますよ。何を作ってるの？麻婆茄子とか。本当に？はい。めっちゃ可愛いやん。一人で鍋してる。本当に一人？一人で鍋って結構量的にだるくない？まあ。随分は薄いかも。そうだよね。まあちょっと、じゃあちょっと腕前を見せてもらいましょうかなって感じで。じゃあまず手を洗いましょう。はい、洗ってください。洗います。洗うんですけど。いや、めいちゃんの包丁さばきって動画で出したことある？あんまないないでしょ。基本だって料理企画になってウランがやってくれる。あ、そうだよね。この中で見たことあるの俺だけ？なんで寝たわけや。適当に話しやがって。画角外だからって。なんか生々しい。ちょっとなんかキモハウルみたいに。わかるハウルの、あの全然わかんないの笑ってんの。怖っ。そっちの方が怖いけど。めいちゃんはさ、人のために料理作ったことある？ないです。友達のとか作ってもらったことあります。でも自分で作ってます。だから友達が家来るから、じゃあちょっと手料理振る舞おうかなみたいな。ないんだ。あります。俺はないよ。もちろん俺はない。誰も家来ないもん。おいー、わー怖い手。うわ怖い手つき。何で撮ってんだよ。なんで、やめろよ、茶化すの。付き合ってんの、茶化すの、やめろよ。付き合ってねえよ。え、めいちゃんってさ、偏食じゃなかったっけ？偏食です、めっちゃ。でも野菜とか食べれんの、こういう。え、あんま食べないです、だから焼肉とか行っても。野菜は食べないよね。食べない、用意しない、そもそも。え、エアちゃんは今終わった？体制限終わったよ。食事制限終わったの？終わったよ。よかったね。ひいひい言ってたやん、体調崩したし。マジで？そう。なんか女子だよね。え、待って、玉ねぎって。玉ねぎじゃないこれ。いや待って。え、こんな小刻みだっけ。待って、こんな小刻みだっけ。ピーマン、え、ピーマンってこんな小刻み、うん、大きくていいよ。大きくて半分ぐらいでいいの。これでいい、うん、あ、オッケーオッケー。切れ味悪っ。切れ味悪っ。無駄に食べて。手がもうこうやんないで、こうしやってください。じゃこうやんなきゃ。こうやってるもう危ないよ、ネイルも長いのに。うまっ。おい、なんだよこの包丁。おい、もう一回、もう一回。あ、いいいい、これめちゃくちゃいい。ちっちゃいウランちゃんが映ってる。ちっちゃいウランちゃん、高額だからウランちゃんだけ映ってる。しかも、あ、怖い。そういうの押さえて、猫の手。ね、あ、怖い、怖い。今のとか怖い。今のとか怖いよ。彼氏とかできたらさ、一緒に料理作るじゃない。その作ってほしい、完全に作ってほしい。完全に、はい、手伝ってって言われたらどうする？できることならやるけど。自分から率先はしない。まあ、なるほどね。今までモーコタンメン食べてるイメージ。モーコタンメンって名字みたいに。何、中町あやみたいな。何、モーコタンメン。明日の朝になるのか。